やっほー、たぴかです。今日なんですけれども、実はね、ここ数日ちょっと困ってますね。ネタどうしよう、なんか思いつかないなっていう時に、たまたま昨日がね、ちょっとしたビッグニュースが出たんですけれども、だからね、今日はこのニュースについてちょっとね、その紹介したいなって思ってます。まず端的に言いますね、このニュースは中国の国営企業のお偉いさんの不倫してるところが、その全国に知られたっていうニュースですね。今からね、どういう経緯で国民のみんなに知られたっていうのを紹介していきます。今回の主人公ね、まず男の方ですね。彼は中国石油環球工程项目管理北京有限公司っていう、めちゃくちゃ長いんですね。まあその国有企業なんですね、のこの会社の执行董事、こういうタイトルの人、かつ、党委书记、こういう人、かつ总经理、このタイトルですね。3つのタイトル持ってるんですね、この男。めちゃくちゃ、まあ、偉いさんですね。会社の名前がですね、中国石油って入ってますね。まあ、石油ですね。めちゃくちゃ美味しい国営企業なんですね。で、この男の名前が、胡志勇です。彼は自分の部下と一緒に中国の四川成都、四川成都っていうところに出張に行ってたんですね。で、中国ではね、今、こういう、街拍、ストリートスナップっていうものがめちゃくちゃ流行ってるんですね。多分日本も結構昔から流行ってるんですね。ここ2、3年かな、中国ではめちゃくちゃ、流行ってるようになってて、特にね、その四川成都っていうところの街拍めちゃくちゃ流行ってますよ。いろんな、なんか、一生懸命ファッションしてて、とあるストリートをなんか歩いてるネットのインフルエンサーめちゃくちゃ多いんですよ。その生徒のとあるところね、インフルエンサーめちゃくちゃ多くて、みんな、いっぱい、そのおしゃれしてて、そのカメラマンに撮られてて、で、その写真や動画を SNS に上げるみたいな感じですね。今回この主人公男ですね、と自分の部下が一緒にそこのストリートを歩いてたんですよ。しかもね、それがカメラマンによって、動画撮ってたんですね。しかもその動画をネットに上げてたんですよ。動画はこういう風になってます。はい、動画に映しているように、そのお偉いさんとその部下が一緒に手つないで歩いてるんですよ。いや、これがね、めちゃくちゃ問題になってるんですよ。実はね、この偉いさん、妻子持ちなんですよ。結婚されてるんですよ。で、一部の噂によると、このお偉いさんと、この部下の不倫相手と、自分の妻がね、この3人同じ会社にいるんですよ。で、この動画がね、その会社内のグループではね、めちゃくちゃ波立ってますね。みんな全部この動画についていろいろゴシップしてるんですよね。多分ね、最初は、ただ会社のグループで話題になってて、で、そっからね、全国に知らされてるんですよ。みんな全員この動画見てたんですよ。昨日のことですよ。で、昨日これ、このニュースが出てきて、今回その政府っていうか、そういう機関のその反応めちゃくちゃ早かったな。昨日このニュースが爆発したんで、で、その夜すでにその男はもう免職されてる。で、女の方もね、なんていうか今は会社には行ってないんですね。今回めちゃくちゃ早いな、対応が。で、なんか一部の人の推測だとね、まあ、この男は多分ね、裏とかバックがないかもしれないんですね。もし、例えばその、お家柄とか、その親とかおじいちゃんの代がめちゃくちゃ偉い人やったら、多分この、ま、不倫のニュースが出てきてもね、多分すぐにこういう対応ができてるわけはいけないかもしれないんですね。でも今回めちゃくちゃ早いんですよ。もう一日も経ってないうちにすでにもう免職されてるんですよ。だからこの男は多分ね、その、親の並び借りとかじゃなくて、自分の努力で、そういうポジションになり上がったんじゃないかなって、なんかね、こう推測してる人はいるんで。まあ昨日はただこういうニュースが出てきたんですね。まあ一応、国営の企業なんですね。国営の企業のお偉いさんですね。こういうのね、国のこういう、ちょっとこういう人たちのね、スキャンダル見るの好きですよ。私は少なくとも私は好きなんですね。こういう偉いさんの、なんか恥さらされてるところを見るの好きですね。私はね、性格悪いんで。で、今からね、
さらにゴシップ雑談のタイムですね。でさっきの動画の中だとそのフリー相手のナイスバディですね。まあ言葉遣いもね、あんまいまいちなんですよ。下品なんですよ。まあ、ナイスバディ。まあ、下品な言い方じゃないですね。まあ、ナイスバディですね、その女。不倫相手はね。で、この、昨日一日と今日で、その服ね、ドレスが通販で買えるんですよ。農園に買えたら、こんくらいしますね、値段は。で、この服はね、こう、ここの、なんか3000のところ見てください。こう、1ヶ月で、こう3000枚、その、売ったんですよ。これは、まあ、その、1ヶ月とかじゃなくて、昨日1日だけで、なんかね、みんながその動画見てて、なんかこのドレス綺麗だなって、なんかね、3000余りの人がこのドレスを買っちゃったんですよ。なんかみんなくだらないことやってんな。これはまず、1個のツッコミどころっていう感じですね。で、さらに、その、フリー相手の自分の SNS のアカウントがね、そのネットにばらされて、で、みんながね、全部その不倫相手の SNS を見てたんですね。今はすでにもう見れなくなってるんですけど、で、その時ね、その不倫相手の SNS のアカウントに載せてる内容もえぐくて、このえぐいというのはね、いっぱい富を見せびらかしてたんですよ。例えばね、なんかその、ティファニーの何かしらのそのジュエリーを買ったとかね、高級ホテルになんか泊まってたとかね、その写真とかね、もう上げてたんですね。例えばね、このツイート、まあウェイボーですね、その下の部分にそのロケーションがあるんですね。これまあホテルですね。で、他の人が検索してみたら、この一晩で5000人民元がしますね。めちゃくちゃ高いところなんですよ。これだけじゃないんですよ。こう、お金を見せびらかしてるだけじゃないんですよ。彼女はね、このナイスバディも見せてるんですよ。このような写真、こういっぱいたくさん撮ってるんですね。これは写真見せたら私のチャンネルバーンされるかな、わかんない。まあ、彼女はね、こういったような写真もね、たくさんネットに上げてるんですよ。あと、さらに彼女はね、なんかその通販サイトで使ってるお金はね、106万。通販で買ったものはこんぐらいの値段ですね。あとね、その、5月の使ったお金はね、50万元近くですよ。えぐい数字やな。で、ネットではね、こういう噂があるんですよ。彼女は、その、実はね、実家めちゃくちゃ金持ちなんですよ。まあ、お嬢様、いわゆるお嬢様ですね。彼女は、なんかね、多分、1995年生まれですね。なんか大学の時からずっと年上の男が好きですね。今回、まあ、この社長さん、お偉いさんも、まあ、年上なんですね、かなり。彼女よりはね、かなり年上ですね。だからかな、こう金持ちのお嬢様で、だから、こう1ヶ月でこんなに大金使ってるなわけなんですね。これただ噂なんですね。もし彼女が、その金持ちの2世じゃないやったら、どうなりますかね。金持ちのお嬢様じゃなかったら、彼女はただ、そのお偉いさんの不倫相手になるんですね。で、その、お偉いさんが、その女に大金あげてたんですね。まあ、その一般的の、こういう国営企業の社員の、なんていうか、収入の相場から見たらね、考えられないほどのお金使っちゃったんですね。そのお金の出所が問題になるんですね。もし彼女が、そのお嬢様じゃないやったら。そこもね、微妙っすね。わかんないですね。まあ多分、お金持ちのお嬢様じゃないかなと思ってますね。あとね、もう一つめちゃくちゃ羨ましいのが、彼女はね、もう毎日午後の4時半にもうすでに退勤してるんですよ。ありえなくない？もう羨ましすぎる。もう天国だ、むしろ。まあ確かにそうなんですよ。私のもう一人の国有企業で働いてる友達がいるんですね。彼女は確かに4時半。前は4時半に退勤してるんですよ。で、最近何かしらの原因で5時半退勤になってるんですね。で、彼女めちゃくちゃイラ立ててめちゃくちゃ文句言ってたんですよ。羨ましすぎる。4時半退勤できるなんて。天国やわ。はい、こんな感じですね。これは今日伝えたいニュースですね。ご視聴ありがとうございます。で、私のチャンネルはですね、まあ、こう中国に関するものをいろいろ撮ってるんで、芸能人のニュースとか、はい、まあでも基本私はね、ゴシップが好きですね。スキャンダルが好き。っていう感じですね。しかも言うのも好き。こう、みんなにシェアするのも好きなんですね。もうまあ、もしよかったらチャンネル登録。よろしくお願いします。ではまた次回でね。バイバイ。